ほんまに大接戦ここまで来たら勝ちましょう。ポン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 ポキニャン。まあその意味してもね、まあ、いよいよ明日えー、2月4日という日はですね、まあ、京都市長選挙のまあ当選表明であるということで、まあこれがもうほん。 本当にも大接戦、も大激戦になっていると。まあ、それはもちろん、あの、えー、与党系がね、推してる自民、公明、あと立憲民主、あと国民民主もですかね、えー、がですね、あの、まあ、推薦、えー、してる、松井浩二さんと、で、あと、えー、共産党が支援してる福山和人、えー、さんですね。まあ、この二人がもう本当に激しく、 ていると横一線、激しく競り合うとかというにもうもう大接戦、も超大接戦と言っていい状況になっていると、まあ、ただであの、福山さんの場合はもう共産党が支援しているということなんですけども、無所属なんでね、やっぱそのいろんなこの選挙 活動、運動に僕はハンデあるんちゃうのかなと思ってたんですけども、まあでもそれは跳ねのけて、まあ本当に激しく競り合っているというのがね、まあこれ京都新聞だったり、読売新聞だったりですね、まあ各マスコミの情勢調査でまあ一致していると。えー、もうこれは僕はもう5ポイント内の、まあ、あの、 この激しく競り合うとか、横一線という表現からして、まあ5ポイント内の接戦であるっていうのは読み取れるかなっていうのは、この間、あの、言ったんですけども、まあそれがですね、まあ今朝の、あの、日韓現代に、あの、載ってたのがですね、え、その、報道各社の情勢調査で、わずか3ポイントの 僅差というものもあり、まさかの接戦ですと、まあいうのがですね、今日の今朝の日刊現代に、まあ、あの、載っててですね、いや、これすごいなっていうかね、だからまあさらに、その、報道各社の情勢調査からですね、まあさらにこう、差を詰めたのかなと、福山和人さんがね、まあそういう、 のがまあ読み取れるかなっていうのに思うんですよね。で、まあ、他今朝のですね、公明党の公明新聞ね、にはですね、あの、情勢について書いてあるんですけども、えー、福山和人さんの方がですね、松井候補を上回っていると。まあ、だから逆転勝利をみたいなね、ま、あそういう記事を載せてて、ま、あすごく公明党、 ま、公明党の支持者ってね、学会の人が、ま、読むのが多いからですね、ま、すごく煽ってると。え、松井さんがね、あの、福山さんより、こう、負けてるみたいな感じで、もっと、もっと頑張れ、みたいなね。ま、ま、ま、公明党の新聞っていうのは、公明新聞ってはいつもこうでね、あの、勝ってるのに負けてる負けてる言って、あの、支持者の、 方を煽るっていうのが、まあ、いつもの上等、ま、手段、いつものパターンかなっていうふうに思うんですけども、まあ、ただ、でも、まあ、それぐらい公明新聞でも危機感を、あの、煽らなければならないほどね、まあ、公明党の候補というよりはですね、まあ、自民党がまた出た候補と言っていいんちゃうのかなと思うでね、今回の松井さんっていうのは、 まあでもその公明党が必死になってるっていうのがですね。まあ、この、この京都市長選で松井さん側が,がいかにこう焦ってるのかな。 いいうのは改めて思いましたねで、まあ、京都市長選でやっぱりあの自民党がですねあんまり必死になってないみたいなね、なんかそういう記事もね、僕、見たんですよね。で、まあ、実際の情勢調査でもあの、京都新聞に載ってる、これ29日付ですけども、29日の情勢調査でですね、自民党の支持、えー で、松井さんを支持すると答えた人が自民党支持のうち6割しかいないというね。公明党支持層は8割松井さん支持なのに、えー、自民党支持層は6割しかいないっていうね。まあだからそういう意味でもですね、自民党がまあ、 あの公明党と比べたらのんびりしてるなっていうね。まあ、今回それはやっぱその維新が、えー、推薦、一回推薦して取り消したですね、村山さんという方がね、まあ、あのー、 政治と金の問題でですね、まあ維新が推薦取り消したと、前原さんの前原新党も推薦を取り消したっていうのもあってですね、まあそれで安心しきったところがあるのかなっていうふうにも思うんですけども、ただやっぱり、あのー、まあ終盤になってやっぱ自民党もすごく必死になってるっていうのが、まあ Facebook とか、まあ Twitter とか、 まあ特に僕はフェイスブックをいろいろ見てるんですけど、まあ、やっぱり自民党も本当にもう必死になっていると、でまあ、福山和仁さんもすごくあの必死になってて、今日なんですかね、昨日か今日の動画で、本当にあの相手候補にあの手が届きかかっていると。 え、いうことで、ものすごい必死にね、あの、熱弁してる動画っていうのが Facebook でなんかアップされててですね、あれ拡散、もっと拡散されたらいいかなっていうふうに思ったんですけども、まあほんとそれぐらいも必死になってるっていうか、やっぱ前回はね、本当にもう残念だったんですけども、まあ今回は本当にわからない。 で日韓現代が3ポイント差というふうに変え、まあ、てたっていうのを、ね、言いましたけども、あの公明党の調査では1月28日に3.9ポイント差みたいなのもね、これもあのツイッターで出してる方がいてはったりとかして、まあ、本当にまあそこから言ってもさらに詰めてるのかなっていうね。 思うと。だから、松井浩二さんと福山和人さんの差っていうのが1月13日から1月28日、まあ、公明党の調査とされるものが出るまでにですね、これまあ16日か15日ですかね。 1>, 1月13日は自民党の調査で16ポイントの差がですね、松井さんと福山さんの差が空いてたんですけども、まあそれが多分ね、その維新が推薦、えー、取り消しの騒動っていうのがあって、そこからですね、えー、7ポイント差まで詰めたんですよね、松井さんと福山さんと福山さんがね。そこに来て公明党の調査で3.9ポイント差に詰めたっていうのが28日、えー、みたいな。 なので、まあ、そこからさらにあの日韓現代の今日のの、ね、報道の、まあ、あ,るある情勢調査では3ポイント差でさらに詰めてるのかなというのも思うということでね、うんまあ、これがどれぐらいの差なのかというの前,前回の、ね、その、えー、と総投票数から言ったら、1ポイントが、ね、やっぱり4000票ぐらいだったと思うんで、あのだからまあ、 1> 今1万2000秒ぐらいの差なんちゃうのかなっていうふうにねいや、分かりませんけどもね。もうこの 間違ってるかもしれませんし、<laughs> あの、あれなんですけど、いや、本当にもう僅差で、本当にそれが、まあ、現段階なのかね、そ,その、明日の投票数も加味しての数字かというのはわからないんで、だまだまだわからないと思うんですけど、だ、今までの京都市長選で、あの、共産党が推薦とか支援した候補なんかもっと1000票ぐらいの差とかね、あの、投開票日ね、当日、開けたらですね、 900何秒差とかね、それぐらいの接戦までってるんで、まあ、今回も、まあ、それぐらいの接戦になっても全くおかしくないかなっていう、まあ、感じはすると。で、まあ、村山翔栄さんとかね、あと二之湯さんも、えー、もう終盤にかけて本当に必死にやってたりとか、あの、運動されてはるんでね、ま、ほん僕は、あのー、村山さんだったり二之湯さんが頑張って、えー、僕は松井さんの表を削って、 削ってるっていうのもね、十分あり得るのかなと思うんで、そういう意味でもこう差が詰まってきてるっていうのは、まあ、あるんちゃうのかなっていうかね、まあ、実際に3ポイント差っていう近差に、ま、迫っているというのを見ると、まあ、本当にそうだなと、うん、まあ,あま、少なくともあの、オーラ 公にね、まあ、公表された、京都新聞とか、読売とかの、あの、各社の情勢調査でも横一線激しく競り合うですから、まあ、5ポイント内であることは間違いないと。でも、僕はもうさらに詰めてると言っていいんちゃうのかなっていうふうに、あの、いろんな人のね、変えてることとか見て、あの、そう思うかなと。 で、まあ、今回、共産党が支援ということなんですけども、まあ、他の、え、社民党とかの、あの、え、新社会党とかの人も、あの、支援してはったと思うんですあと、令和のね、あの、最初は個人支援として、あの、京都育から安持成美さんという方がね、個人として支援してるみたいな、あの、動きだったんですけども、それがですね、やっぱ終盤になりにつれて、えー、 二日ぐらい前には、令和のね、からもう出てはった長谷川うい子さんが、福山さんの応援に来たりとかね、応援演説に来て、あの、演説されたりとかですね。で、昨日なんか、令和新選組の大石明子、えー、議員もですね、福山さんに一票と、福山和人さんに一票っていうね、まあ、そういう動画も、出されててですね、まあ、 あの、安持さん個人の支援からだいぶ変わってきてるかなっていうね。うんまあ、それが僕は熱が入ってると言っていいんちゃうのかなっていうのは思うんですよね。まあ、本当にね、あの、最初、えー、選挙戦序盤と比べて、福山和人さんを <coughs> 応援される方っていうのも、本当どん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 増えてきてね。まあ、本当あのー、 杉並区長の岸本さんだったり、あと宇宙飛行士だよね、TBS の方と秋山さんとかもね、他いろんな方、えー、ミュージシャンだったり、その総合格闘技の人とかもなんか応援してるみたいなのが、えー、昨日の赤旗に今乗ってたんですかね、えー。ということで、まあ本当にこの輪が広がってね、 まあまあもうほんと何やかん言っても今日が運動最終日で明日は投票のね、投票に行きましょうっていうのはあの言えるとは思うんですけども、まあ選挙運動は今日が最終日ということで、まあほん今日も期日前投票ね。えー、今のところ期日前投票は、まあわずかに前回を上回ってるっていうまあ感じではあるんです、まあからね、2000人ぐらいですかね。なんか、 まあままだまだ今日ね、まあ最終日なんで、選挙運動最終日なんで、まあ本当にもっと行ってもらって、まあ投票率をアップさせてですね、まあ本当にこう逆転っていうところをね、 あの、福山陣営は、あの、狙っていったらいいんちゃうのかなっていうね。まあもう当然も狙ってるというか。だから僕はやっぱ本当はもう、もう大接戦、えー、大激戦であるっていうことをもう強調するっていうのが、僕はすごくね、あの、いいんちゃうのかなっていうふうには、 えーまあ、この間もツイッターに変えたりとかしてたんですけども、まあ、接戦になったらね、今日みたいに日韓現代で3ポイント差だとかってそういう情報とかもわーっとね、煽るような記事も出てきますんで、そういう効果も期待できると。で、京都市民の、まあ、有権者の関心も高まると。9割ぐらいの方が関心あって、で、今の角川大作さん、大作市長の姿勢に、6、えー 63%の方が評価してないということですからね、本当にみそういう人たちが本当投票行けば、ですね本当、福山さんがわっと追い抜くっていうのは十分ありうると思いますんで、まあ、本当、最後の最後まで、えー、頑張りましょうということで。チャンネル登録よろしくね